今日はみんな残業させて悪かったな。本当ですね。うん、本当でも大丈夫。お仕事大好きですもん。どうだ、私のあの森でその辺で一発、あ、一発じゃない、あの一杯どうだ。一発？一杯、一杯どうだ。一杯、一杯。いやー、付き合わんか。やったー。じゃーん。どこに行ったらいいかな。あ、これだこれ。小料理、歌舞伎。すごい。珍しいの。任せなさいな、もう。あ、さ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 あ、あれ？なんだこれ？お腹空いたな。すいません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 。あれ？小料理屋さんだよね。さようでござんす。何を、おっ、差し上げま。上げましょう。やってってくれないかい。とりあえずビールのもらおうか。あ、ビール、ビール、ビールがない。ビールでござんすか。入れたのちょうど。ビールよっ。
みんな揃ったね。揃ったね。今年のあの慰安旅行の宴会の前に社長から一言挨拶をお願いします。どうも。水がめにさつを。水がめ。そうですね。ワンツー、ワンツー。いいですか。大丈夫。マイクは。バブルが弾けたとはいえ、まあ、こうしてまあ社員旅行ができるということは、ひとえに皆様のおかげでございましてですね、今日は、まあ、私の気持ちといってはなんですが、大いに飲んで食べてやって大いに盛り上がってほしいと思います。グレーコーで一つね、グレーコーでも大いにね、はい、じゃあの乾杯の温度乾杯ということで、はい、持ってみて、はい、まずは乾杯乾杯乾杯、はい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 、うん、あー、うまいな。あー、まあ、社長、社長、すまないね、すまないね、ちょっと言ってくださいね。はい、飲める口かい。食べて、食べてよ、食べてよ、食べてよ、ね、じゃあ、下にね、カラオケあるからね。カラオケあったら行くぞ、終わったわ。おりちゃん、ない、いいな、これな、おりちゃん、な、おりちゃん、な、それじゃあ、食べて、食べてな、カラオケか。いや、社長のおかげでも本当に今日は美味しいお酒飲ませて、どうもありがとうございます。いや、なんでもねえよ、とんでもねえよ。社員みんな喜んでますからね。そうか、今日盛り上がったからな、結構俺も飲んだしな、随分と。若い子と飲むと結構気持ちがいいですね。そう、若返るしな、気持ちがな。あ、そうだ、若い連中だからよ、あれかな、大丈夫かな、もう寝てんのかな、ちゃんと。一応みんな部屋に帰りましたけどね。部屋帰った？あれだな、もしよ、夜中にこの出てってな、間違えても起きるとな、親御さんにその責任がありますからね、こちらはね。そうそう、私がさ、やっぱりこう、そうそうそう、責任者として見てみましょうか。見てみようか。心配ですからね。そうだな。部屋だけね。よし、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 若いから寝終わりやな。でもちゃんと住まないとね。そう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 。出ちゃうからね。はい。一応ね。はい、そうそう。あらら、また足出してな。ダメだよ。まあそんな。はい、ね。肩ね。肩までね。そうそう。あら。あら。うん。出ちゃったよ。これ形整えなきゃ、小児科これ。これね、これ形を整えないと。形を整えないと。これちゃんと。もうこれそうそうそう、ああああ、そうそう、じゃあこれこう少しこう、いや、お世話じゃないんだからお前ちょっと崩れてるからで、じゃあ自信して私もちょっとこれこれ完璧にこれだよ。風邪ひいたよ、ね、一番もんだね、はいはいはい、布団も布団かけなきゃいけないな、布団かけ、布団かけ、そうそうそう、風邪ひいちゃいけないからね、せっかくね、旅行してね、旅行もね、風邪ひいたんだよ、なんてこったよ、おいおい、いいですかこれ。これな、ねえ、ちゃんとしまってね。あ、こっちしまって、こっちが。こっちしまって、引っ張っちゃダメだよ。引っ張っちゃ、そうそうそう。全部。いやだから引っ張っちゃダメだよ。引っ張ったら散っちゃうんだから。そうそうそう。かぶして。そう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 。かぶして、布団かけてやって。布団そうそう。布団かけてやって。で自分が一緒に寝てどうすんだよお前は。自分が一緒に寝てどうすんだよ。フランスですね。ダメだよお前。何硬くしてればだよ。まず明日広めだって、まずこれ少し困っちゃった、空気入れ替えましょうかね、少しね、まず若い子は大胆中かなんちゅうかな、で大丈夫ね、で社長、うん、風呂でもいませんか。あ、そうだな、確かここはね、混浴ですもんね、混浴かい、うん、ほんべよ、行ってみますか、行ってみるよ、なんだよ、温泉に来てお前、温泉入んなきゃしょうがないもんな。いやー、今日も暑いな、あ、そうだ、そろそろいいんじゃないか、これ。そうだね、あんた、な、結構冷えてるかもしれないね。どうしたんだよ。ちょっと水が冷やしてるんだよ、井戸でよ。大丈夫かい、よし、おい、冷てえや、冷てえや。あれ、お宅の旦那は、あるよ、ちょっとあんた、おい、水が冷えてる、水が井戸で冷やしちゃったんだから、すまないね、これはワニだ、なんだってこういう暑い
うん、冷たいもの食うに限らなこれ。大変大変。よく冷えてんかいこら。冷たい冷たい。おーおーおお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 おうん、これやっぱりサクサクっと食うかい。あ、やっぱりそれで切るかね。うん、これね。うん。美味しそうだね。食べて食べて。おおお、悪いな。お、座りな。おお、食べろ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 。はい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 。はいはいね。はいはい。どうぞ食べて。うん。いただきます。はいはい。甘くてうまいよこれ。美味しい。なかなか。うん、うまいか。うまい。うまいか。美味しい。俺はこれ食うからいいよ。え？終わり。みんなそういう結果だから。うん。うまい。この美味しいのとまずいのか。うまい。まちゃん。あ、せっかくだからよ。うちもちょっとごちそうすんべ。あれだねあれ。うん。なになに。うちも増やしてんだよ今の。これ俺は。なんだ。冷えてる。そうめんだよそうめんそうめん。食べてよ食べてよそうめん。ちゃんと。これはどうだな。冷やしてあるからねこれ。悪いね。やっぱりあれだな、なんだかんだこの糸でこう冷やした方っていうのはこの江戸っ子のなんだな、生活の知恵ってやつかだね。なかなかどうしよう。まそうだな。いただこうね。まねえね。はい、どうぞ。はい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 。じゃあ、せっかくだから。よく見てるか。お、よく見えた。お、生姜入れてな。お箸で。よいしょ。うん。うまい。うまい。なかなか。これはうめえや。こらったまいった。やっぱりこうやって立ってくるのもいいのかな。なんだなこれ。体がおつだな。なかなか減らねえもんだなこれ。これでも時間内には食いねえぞやっぱりな。ああ相当なもんだなこれ。先行っていいか。ぼちぼちいくか。あれが冷やしたんだこれが。酒を冷やしたんだ酒を。どうぞ。そうね。飲んだりいいな。これ冷やだけだよ。はいはい。美味しそうだよ。じゃあ、お願いします。はよ。一杯ピッと。冷たいの。お、冷たい。な。あー、冷えてて、うまいな。めっちゃうまいよ。酒がまずくない。ちょっとこれ冷やしが足んないんじゃないか。ぬるいもんな。しかも水だぜおい。やっぱりそうめんがいいな。あんだ。どうしたの？どうした？なんかバスタンチョウなかったか？あんた、お前どんどん入ってたの？みんなも下浴びしないかい。さっぱりするよ。